こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、えー、今日は、えー、1月の14日土曜日です。はい。えーとね、皆さんにね、えー、もうお分かりかと思うんですけれども、えー、お知らせです。えー、この後、えー、7時半から、ローシーアベノで歌いますので、えー、ぜひ見に来てください。ライブ自体はね、えー、7時半からスタートとなるんですけども、えーとね、出番が、 最後です。えー、鳥なんですけどね。えー、と、この間確認したときは、えー、4組出演だったんですけども、今日見ましたら5組になってます。<laughs> なので、えー、多分9時半ぐらいから、えー、スタートと、えー、日月新人の出番はスタートとなると思うんですけども、まあ、早めに、えー、夜の9時ぐらいに来といてもらったらいいかなと思います。えー、出演がジョニー山本さん、山本拓さん、舞ちゃん印さん、 えー、クズの正之さん、えー、ですね舞、えー、ちゃん印さんはねよく、えー、あれは震災橋あの昔のね雨村にあった時の老人でねよくやりました、えー、後の方はちょっと、えー、一緒にやってないとは思うんですけど、まあ、山本さん2人出られるみたいなんで、えーまあ、ちょっと、えー、前情報としてはね、えー、お伝えするところが少ないんですけども。 ぜひね、見に来てほしいなと思います。えー、ローチ安倍の、えー、地下鉄で言いましたら、谷町線の安倍野駅を降りてすぐです。えー、JR でしたら、えー、環状線のね、えー、JR、天王寺駅からすぐなんで、えー、どちらかで。まあ、御堂筋沿線の人はね、乗り換えて、谷町に乗り換えてもらうか、もう天王寺まで来て歩いてもらっても、そんな遠くないと思うのでね、えー、ぜひ、えー、来てほしいなと思いますので、えー、よろしくお願いします。 はい、あと、え、散髪しました。え、結構ボサボサなってたんですけどね、やっと、え、平野区のカットメロンで切ってもらいました。日月真実もカットメロンというとこでね、え、切ってます。え、売り割りのね、え、木のとこなりますんで、ちょうどね、あの、イオンがあるんで、イオンの裏側になるんですけどね、え、ぜひ皆さん行ってください。え、ということで、え、今日はライブ告知でした。 えー、この後、えー、ロージアベノで歌いますんで、ぜひ見に来てください。それでは、バイバイ。